こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は、なんか知らないけど強運が舞い込むすごい習慣について解説していきます。世の中にはお金持ちの人、モテる人、うまくいっている人がいます。こうした人々を見ると、生まれながらに運がいい人と思ってついていない自分と比較してため息をついてしまう人がいます。しかし実は、運は生まれながら決まっているものではないです。例えば家が貧乏で、おもちゃやゲームなどの好きなものを買ってもらえなかった、いつも周りから否定されていたから、大人になった今でもなんとなく自分に自信がない、このような経験をした人もいるかもしれないです。こういう状況でも、運は僕たちを見放すことはないです。運のいい時と悪い時のちょっとした違いに気づけば、どんな人でも強運な人になることができます。違いといっても、とても小さなものです。心の持ち方や考え方をほんの少し変えるだけで、誰でも運に恵まれる人になります。この本では、なんか知らないけど強運の持ち主に変わるステップが紹介されています。この動画では、その中から僕が厳選した12個を解説していきます。ついていないと感じることが多い人や、周りに嫉妬の感情を抱きがちな人におすすめの動画です。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、強運な人はあらゆる出来事に対する無意識の第一歩が違う。日常の中で起こるいろいろな出来事に対して、条件反射的に運がいいと捉えられるかどうかが、強運な人とそうでない人を分けている違いです。とても小さいことですが、すごく大きな違いです。どんな出来事も感じよく受け取ることは、宝くじで実際に1億円当てた高額当選の人の特徴と同じです。その特徴は次の3つです。軽やかにくじ券を買う、当たりでも外れでもあまり悔しがらずに買う行為そのものを楽しんでいる、はしゃいでいる気持ちの時にくじ券を買う、100枚くらい買って1枚も当たらないお金持ちがいる一方で、ごく普通の見た目で目立たない格好で1枚しか買わないにもかかわらず高額当選してお金持ちになる人もいます。例えば信号が全部青信号ばかりで超ラッキーと思うのか、あー運を使っちゃったと思うのか、友達にいいことがあった時一緒になってよかったねと喜ぶのか、心の中で嫉妬をするのか、いろいろな出来事に対する一番最初の反応の差がどんどん広がっていき、運のいい人と悪い人の差を作っています。ここに気づけば、運のいい人に誰でもなれます。あらゆる出来事はいいフィルターを通すと楽しいことになるし、悪いフィルターを通すと辛いことになります。強運な人は無意識のうちに前者のいいフィルターを持っています。2個目、受け取り上手の人に運は宿る。例えば日本一の投資家と呼ばれていた武田和平さんは、食事へ行くといきなり厨房まで乗り込んで、美味しかったよありがとうとお店の人たちに直接お礼を言っていました。すると次回そのお店に行くと、帰りがけに玄関までお店の人たちがお見送りをしてくれたそうです。武田さんのように日常の出来事を楽しい気持ちで受け取るほど、運を運んでくる周りの人がこの人に渡せば喜んでくれると思ってくれます。そのため、運を運んでくれる人の数も、その人たちが手に持っている運の分量もどんどん増えていきます。運に選ばれるとは、こういう連鎖を引き起こすことです。楽しく意識を向けていくことで、運ばれてきたものを軽やかに受け取れるようにもなります。そのため、今あるラッキーに気づくこと、そしてラッキーがやってきた時に喜ぶことがとても大切です。3個目、運に気づけないのは自分で運に蓋をしているから。本当はみんな生まれつき強運です。そう思えないのは自分で自分の運に蓋をしているためです。なぜなら、運がいいは周りからの嫉妬の対象になりやすいからです。そのため、他の人に気づかれないように隠しています。周囲から浮かないように振る舞うことを大切にする日本人は、ラッキーなことが起こっても目立たないようバレないように振る舞います。そして行き過ぎると自分の手で運がやってこないようにしてしまいます。
そうすれば波風が立たないからです。しかしあまりやりすぎるとラッキーを自ら逃す体質になってしまいます。運がいいってことは周囲の人からとても愛されるってことです。川上からいろいろな人を介して運ばれてくる運を受け取るには大きな愛を受け止める器が必要です。運のいいことを隠したり、どうせ自分なんて愛されるに値しない人間だという思考が習慣化すると、大きな愛が流れてきても自分は価値がない人間だからとてもじゃないけど受け取れないと照れて逃げ出してしまいます。4個目、ネガティブな自分に大丈夫というと運が舞い込んでくる。ネガティブな人は弱いというイメージを抱いている人は多いです。しかしそんなことはなくてむしろ強いです。なぜなら相当強くなければ暗い気持ちには耐えられないからです。そのため少し力を抜いて降参すれば暗い気持ちに耐えられなくなり勝手にポジティブに気持ちが切り替わります。降参することが強運モードに切り替わる強力なスイッチです。これを押すには弱くなることです。よく言われるような頑張って気持ちを前向きにすることとは真逆ですが、降参するほど気持ちが楽になっていきます。降参とはもう無理、もうやめちゃえといった感じで自分で頑張ったり踏ん張ったりするのをやめることです。降参すると辛い感情もどこかに消えていきます。そして気持ちが軽くなります。強運マインドに変わるには頑張ってポジティブになろうとする必要はないです。ネガティブな気持ちに降参してそれを受け入れてください。5個目、後悔し尽くして次の後悔を消す。世の中では後悔しない人生とか悔いのないように自分らしく生きるとかよく言われます。しかし後悔はむしろした方がいいです。なぜならたくさん後悔したってことはたくさん何かをやろうとした証だからです。人は後悔をごまかす癖があります。うまくいかなかったのはタイミングが悪かっただけだからしょうがない、やってみたところで絶対に失敗した、だから何もしないでよかったとついつい自分に言い聞かせてしまいます。しかしこの今ある後悔のごまかしが新しい後悔の元になります。だからあえてしっかりと後悔することが大切です。後悔することで今ある後悔に OK を出せて次からは後悔しなくなります。自分の気持ちに嘘をつかなくなります。6個目、やりたくないことリストを書き出す。自分のマイナス感情をなくすためにはやりたくないことを書き出してリスト化してみるのが効果的です。書くことが思い浮かばない人は実はぶっちゃけ社会的に人としてに続く言葉を考えてみると思いつきやすくなります。僕たちはいろいろな理由をつけてやりたくないことをやっています。そうやって気持ちに少しずつ蓋をして本当はやりたくないことに気づかないようにしています。しかしやりたくないことを紙に書き出してやりたくないんだと認めると自分の中で何かが変わります。書き出したやりたくないこともやって OK です。大切なことは自分の本心に正直になることです。やりたくないことについ蓋をしてしまう習慣を変えてください。これが本心を大事にするってことです。本心を大切にするとなぜか気合を入れなくてもやりたくないことをやらなくていい状況になったりします。もしくは意外とやってもいいかもと納得したりすることもあります。7個目、強運になるには大人にならなくていい。運がいい人に嫉妬することが誰にでもあります。でも相手を批判したくなったら早く嫉妬を認めて自分もそうなりたいという本心を認めてください。そしてそうなりたいと考えているってことは自分にもできると信じていることでもあります。これも認めてください。自分にもできると信じていることに蓋をすればするほど相手に嫉妬の感情をぶつけてしまいます。しかし僕たちは自分にはできないと思っていることや全然興味がないことに対しては嫉妬しないです。つまり嫉妬っていうのは自分がなりたいもの、自分にとってはしゃげることに気づくコンパスでもあります。だからこそ嫉妬は悪いものではないです。自分の強運に気づくために大人になる必要はないです。嫉妬の感情に対して僕たちはいけないものと感じて拒絶感を抱きます。一方で憧れや尊敬の感情はすごく良さそうに思います。
しかし嫉妬と尊敬はコインの裏表みたいな関係です。ちょっとした心がけ次第で嫉妬の気持ちを憧れや尊敬の気持ちに変換することができるためです。嫉妬に苛まれているときはコインの裏側にある嫉妬の方にばかり目がいってしまいます。しかし表側には同時に尊敬の気持ちもあります。だから嫉妬心を抱いたときには意識的にコインの表側の方に意識を向けてみてください。嫉妬心を消そうとしなくても憧れの気持ちに切り替わってきます。自分が嫉妬を感じても憧れを感じてもどっちでも大丈夫ってなると気持ちが楽になります。8個目、ブラックな本心を出すと本当の友達ができる。自分の気持ちに嘘をつくのをやめることはすごく大切なことです。本心に正直になると次に自分はこんなひどいことを思っていたんだと自分のブラックな感情に対して絶望を抱くようになります。周りの人に合わせて自分を演じてきた真面目な人ほどここで顔を出してきたブラックな本心をなかなか受け入れられないです。他の人に気づかれれば嫌われてしまうって思うためです。しかしそんなことはないです。ちょっとイライラしてくれたりブラックな一面を出してくれたりする方が安心できたりします。つまりいいやつでない方が相手に親近感や人間味を感じられます。そのためそういうブラックな部分はむしろオープンにしていいです。そうしているうちに本当に気の合う友達ができるはずです。ブラックな本心をオープンにしてひどいことや根も葉もないようなことを言ってくる人もいるかもしれないです。しかしそういう人は根も葉も生えないような生き方をしています。そのうち枯れるため気にしなくて大丈夫です。気の合う人とだけつながってハッピーな気持ちでいると自分らしい花が咲きます。ブラックな自分をオープンにするのが難しい人にお勧めしたいのがブラックな自分を物語の主人公に置き換えて考えることです。ネガティブな感情が湧き上がってきた時にもし自分がそういう感情を持つ物語の主人公だったとしたらどうだろうと考える習慣をつけてみてください。9個目、 TPO に応じて暗い自分を出す。大人になると TPO に応じた振る舞いを求められます。これはちゃんとした自分だけでなく暗い自分も同じです。しかしイラついた自分やネガティブな自分を出すことは生理現象と同じです。出し方に気をつける必要はありますがダメなものではないです。フランス人にとって鬱っぽいは一種のステータスです。フランス人が今日は鬱っぽいという時いろんな意味が含まれています。私賢いからすぐにいろいろ考えて暗くなっちゃうのもあります。フランス人にとって暗い気持ちになれるのは賢い証拠という一種のステータスです。いろいろ悩んで鬱な気分から脱出できないときは賢いからすぐにいろいろ考えて鬱っぽくなっちゃうとつぶやいてみてください。地味に効果的です。10個目、 99% の失敗はバレないことを理解する。気持ちが沈んでいるときは特に気遅れして動けなくなってしまいがちです。この原因はダメだったらどうしようという恐れの感情です。何かをやってみたときダメな結果になったらどうしようと尻込みする気持ちを僕たちは持っています。真面目な人や誠実な人ほどその気持ちが強いです。恐れの感情が行動に移すのをさらに辛くさせています。しかしいろいろなことをやっている人はあんまり結果にこだわらない人が多いです。むしろ飽きちゃったみたいな理由で簡単に辞める人もいます。やってみたけど気が乗らなかったみたいな理由だけで辞める人もいます。周りの人が驚くほどやってみるが軽やかです。そのためやってみたことの数だけは無駄に多いです。するとうまくいったものもかなり多くてその中にはたまたまうまくいったものもいっぱいあります。でもいろいろやってみてダメになったものや飽きたものはすっかりと忘れてしまいます。そのため人に話すときはついついうまくいった話だけをします。すると周囲の人はあの人はいつも結果を出す人だと感じてしまいます。そもそもダメになった話は自分から言わない限り周囲には気づかれないことがほとんどです。他の人は自分が思っているほど他の人に興味がないです。そのため失敗してもダメになっても飽きてもほぼほぼ周囲にはバレないです。これが分かってくると行動なんてコンビニに行くかくらいの感覚で簡単にできるようになっていきます。
11個目、苦労するはプレイの一種。ハッピーになろうとか楽をしようと思っても自分を責めてなかなかそうなれない人がいます。そういう人っていうのは大抵いい人です。なぜなら自分にとって本当に好きなことや楽しいことよりもまずは身近な人にとって好きなことや楽しいことを優先させるためです。今まで自分のやりたいことに蓋をして我慢してきた人たちに知っておいてほしいことがあります。幸せじゃない人や苦労している人は自分から進んで幸せじゃないプレイや苦労しているプレイを選んでいることが多いです。なぜならちょっと不幸だったりちょっと苦労したりしている方が同じように辛い状況にある人たちとつながっていられるためです。僕たちは辛い時同じ思いを共有する人同士で共感し合うことで癒されます。例えば長屋住まいでネズミ小僧が自分の家だけに小判を置いていったとしたらちょっとご近所に言いにくいです。ネズミ小僧から小判をもらった時タノボタ式に臨時収入があったんですよというよりも家計が厳しくてお互い苦労しますよねって言った方がご近所付き合いがうまくいきそうです。そんな時はそのプレイがいい悪いという尺度で判断せずに、あ、今自分はそういうプレイをしたいんだよね、よしよしと言ってねぎらいつつ自分のしたいプレイを尊重してください。すると聞いている相手も不思議と自分と同じプレイに興味を示してくれます。実はネズミ小僧が小判を置いていってねなんて話を始めると、うちにも昨日来たよとか、いいな、次はうちにも来てくれるかなと盛り上がるかもしれないです。こんな風に自分のしたいプレイをやっていると周囲の人が、お、あの人なんか楽しそうだなと周りに集まってきます。だからどうせなら苦労するプレイを選ばずに最初から楽しいプレイをやってください。12個目、親への不満との付き合い方。親とはいえここだけは許せない人もいると思います。僕たち日本人は特に不平不満を周囲に漏らすなという国民性を持っています。一番近い存在である家族に対しては特に言いにくいです。少しでも両親への不満を口にすると周りの人たちは、ご両親だって本当は愛情があるんだよ、だから許してあげてよ、冷たくする時もあるけど本当はいい人なんだよと言うはずです。そのため真面目な人ほど親は許せないけど我慢すれば済むと一人で重荷を背負って寂しい思いと両親へのわだかまりを抱えたまま育っていきます。でも実は親が許せないのではないです。親を許せない自分が許せないってことです。両親に対してひどいと思う自分と仲直りできないでいます。つまり両親の問題ではなくて自分の心の持ち方の問題です。だから自分を許すことで両親に分かってもらえなかった悲しい気持ちを成仏させることができます。親を許せない自分が許せない気持ちを引きずっていると家族や両親に対して軽やかに付き合えないです。そのため自分自身がパートナーを持ったり結婚したりすることを無意識のうちに恐れるようになります。親に対してわだかまりを抱く自分を許すことは自分にとってとても大切です。自分を楽にすると心のブレーキが解除されて本当に欲しいと思っていることが分かるようになっていきます。解説は以上です。ダメな自分と仲良くなれば強運になれます。今回はそのための心の持ち方のステップを解説しました。ダメな自分と仲良くなるのは自分で自分に感謝できることでもあります。自分自身にありがとうを言えると周りの人たちから感謝されやすくなります。そしてだんだんと自分以外の人たちにも感謝できるようになっていきます。すると自分から人へ、人から自分へと運がどんどん循環していきます。僕たちが一番当たり前と思っている存在は自分です。自分の存在自体にありがとうを伝えると周囲の人たちが自分を大切に扱ってくれて運をたくさん運んでくれます。ぜひ動画を参考に自分を受け入れて自分に感謝できる人になってください。今回の解説が参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。